ということで、チャーさん1ギターレッスンナンバー2ということで、今日はメジャーコード、メジャースケールいきたいと思いますね。マスミナ参考し、うん、と基本し、これのこの3フレット内でこうスケールを弾いてみると、なんですね。これはローコードでやってるんですけど、まあ、普通こうロックなんかでは、8フレットかな、これ C っていうのを弾くんですけど、っていう感じでなるんですね。もう一つはもっと上、ローコードの1オクターブ上、まあ、この辺はギターソロでよく使うんですけど、全くローコードと同じですよね、実は。で、私が思うのは、その前回やったブルーノート、みたいな、ここでどうにかできないかっていうね、話になるんですけど、ここにもドレミファがあるんですよね。例えば5フレットの3弦、まあ、どうですよ、隠れてる。これがギターの面白いところなんですよね、うん、ピアノとかだとドレミっていうドとあるよね、こう8音ぐらいこう間があるんですけど、そこがないというか、こうどこでも弾けちゃう、どっちかというと。あれっていうね、どこでもドレミファがあるんですよ、ギターが。そう、ちょっとずらせばまた変わるしね、こう。面白いと思うんですよね、そういう意味では。まあ今日はそういうメジャーコード、メジャースケールかということでやっていますけどね、まあああんまりやることない、とにかくこれを覚えるしかないね。ブルーノートのあれでいけば、この何、5フレットから7フレット8フレットの間で、でできちゃうんですよね。でここ12から15フレットのところではローコードでギターソロ弾く人はいないと思うんだけど、まあここも同じだね。こういうのをどんどん
どこに何の音があるかっていうのを覚えていけば何でもできちゃうかなっていう感じがするんですけどね。まあ、最後にまたこの変わった頃のあれで終わりますよ。横浜ベイのギター。